にちは、アミクールの高橋です。前回の炭酸パックの続き、お風呂から上がってきた後のスキンケアです。まずはバイタルウォーター、モンソアシリーズのお化粧水です。このモンソアシリーズ、以前も動画で紹介しましたけど、お客様の評判がすごくよくって、今まで使ったお化粧品の中で、一番いいって言われる方が多いです。角質ケア、なのでお肌の肌色のトーンとか上がったりとか、こうツヤ感が出られる方が多いです。まずこれを塗ります。今回の感想、一方ならぬ感想なので、ローションパックします。これあらかじめ先に精製水で濡らしたコットン、これに、バイタルウォーターを含ませます。皆さんもご自宅で週に1回とかでもこのローションパックされるとかなり乾燥を防げていいと思います。その際やっぱり水道水よりは精製水使われた方がよろしいかと思います。顔に貼り付けていきます。おでこが狭いんで、これ以上の変顔はあんまりかなと思って、今回はここでやめときたいと思います。ローションパック終わりました。隣に置いてある真実の鏡で確認しましたけど、お肌だいぶ蘇ってきました。この後は、モンソア、アクアソース美容液、エクシーズジャパンさんが年に1回だけ発売する、タイムレスっていうクリームで仕上げます。普段は薄塗りで大丈夫ですけど、今日はあまりにもひどいので、ちょっとお肌に蓋をするぐらいなちょっと厚塗りで、このタイムレスクリームも、とてもお客様好評、スタッフも好評で、私のお友達も必ず年に1回1年分を購入してくださる感じです。シャネルの10万円のクリーム以上の内容成分
と伺いましたけど、シャネルの10万円のクリームはちょっと使ったことがないですね。でも本当にすごくいいクリームです。今回の教訓はサボりすぎると後が大変ということです。皆様もお肌何かお悩みがあったらどうぞ一人で悩まずにアミクールにお越しください。全力でお手伝いさせていただきます。ありがとうございます。